聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書第20章24節から29節です。口語訳新約聖書の177ページです。今日はこの聖書の箇所から希望に会えると題して高木博樹牧師に説教をしていただきます。では聖書をお読みいたします。十二弟子の一人でデドモと呼ばれているトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。他の弟子たちが彼に私たちは主にお目にかかったと言うと、トマスは彼らに言った。私はその手に釘跡を見、私の指をその釘跡に差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じない。8日の後イエスの弟子たちはまた家の内におり、トマスも一緒にいた。戸は皆閉ざされていたが、イエスが入ってこられ中に立って安かれと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れてみなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えていった。我が主よ、我が神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たので信じたのか。見ないで信ずる者は幸いである。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、今日は全世界でイースター、イエス様の復活をお祝いし礼拝を捧げて、その恵みを私たち一人一人のうちに、イエス様が私たち一人一人の罪の贖い主として、罪の身代わりとなってくださいました。この復活の喜びをもって、私たちがこれからの歩みがまさに祝福に満ちた歩みとなりますことを、イエス様は死んで3日目によみがえり今も生きておられる主であることを私たちが日々体験する幸いをありがとうございます。どうぞお一人お一人にとって、神の御業と神の栄光が現れるこのイースターとなりますことを信じます。初めから終わりまで主の御臨在の中で祝福に満ちた礼拝となりますことを信じます。一切を主の御手に追い出ねし、すべてを最善にしてくださる主が共におられることを信じ、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。改めましてイースターおめでとうございます。玄関を入りましたらですね、入るところに皆さん見ました、イースターおめでとうございますってですねありまして、そこに鳩がいまして、先ほど誰かがですね、鳩と目が合っちゃったとかってですねおっしゃっておりましたけどもね、鳩がしっかりとお出迎えくださってですね、そして玄関を入りますと素敵なねお花がね、そこに、リリーツリーというユリのツリーがですね、スカイツリーなるリリーツリーが飾っておりまして、福島の貝沼先生という先生がねそれをあの作ってくださいアレンジしてくださいました。でこちらを見ますと、この十字架には、素晴らしい十字架のねお花がアレンジされました。実は東京の草薙京子さんが捧げてくださったんですけども、毎年捧げてくださっております。金曜日に、ね、このお花がつきました。そして、毎年ちゃんとついたらですね、それをこう開けてここにね飾っていただいて、お水をしたり今日の日に備えてですねしてくださるんですけど、なんと箱をですね私が開けたんですよ。そうしましたらそのバラバラになってたんです。もうなんていうんですか、その枠から外れてしまってですね、お花がこうどのように原型がとどめられないような状況に実はなってしまっていたんですよ。これはどうしましょうっていうことでですね、箱がちょっと潰れたりして、きっと、発送ね、配送するとき何箇所かこうね中継されると思うんですけど、そこでこうそうねなってしまったのか、だけどちゃんとお花が入ってますよ、生花が入ってますよってなっていたので、まあ、そういうトラブルがどっかでねあったに違いない。そしてそれをですね開けて、じゃあどうしましょうというふうになりまして、
幸いにしてそのねケースは割れていなかったので、その前にこんなお肌をね送らせていただきますっていうのを写真を撮ってくださって、実は送ってもらっていたんです。でそれをですね、金戸宮子さんが、ね、見ながら原型にもう一度修復してくださって復活をしたというわけでございます。この朝復活をしてですね、このお花も皆さんに見ていただけるように飾ることができたというわけでございます。今日は希望に会いたいというタイトルで、このヨハネによる福音書の第20章24節から29節のところから3つのことをご一緒させていただきます。一つは、希望はあなたの真ん中に存在しているということです。希望はあなたの真ん中に存在しているということです。このヨハネによる福音書の第20章は、イエス様がよみがえられた、復活の姿で弟子たちのところにイエス様が来られたという出来事がここに記されております。イエス様が十字架にかかりました。そしてその亡骸をアリマタヤのヨセフが引き取り墓に葬りました。その後マグダラのマリア墓に行ってみますと、イエス様は墓にもうすでにいなかったんですね。そのよみがえられたことをお弟子さんたちに伝えましたら、お弟子さんたちもその急いでそれをね見に行った。しかしその復活よみがえったことを聞いたお弟子さんたちは、聞いただけでは信じられないという状況にありました。その状況のただ中にイエス様の方からお弟子さんのところに来られたというのがこの記事のところなわけです。よみがえったイエス様が俺たちのところに会いに来られたというふうにお弟子さんたちが言っていた場面です。しかしその復活のイエス様が来られた時に、お弟子さんたち10人そこにおりました。しかし今日のですね中心人物になるトマスはそこに一緒にいなかったんですね。なぜいなかったんでしょう。私は考えましたね。なぜだと思います、皆さん。トマスがなぜ10名の、ね、お弟子さんたちはイエス様が十字架で死にました、そして復活3日目によみがえった、十字架につけられた時にお弟子さんたちはちりぢりバラバラいなくなりました。なぜ。自分たちの身の危険を感じるわけですよね。もしイエス様のお弟子さんだと分かったら自分も殺されるに違いない、十字架につけられるに違いないと思って家の中に閉じこもっていた。その家というのは最後の晩餐行われましたね。そこに閉じこもっていたというわけですね。だけどトマスだけはいなかった。そのトマスはある意味ではイエス様がその十字架にかかったその出来事、その死を直視できなかった、受け止めることができなかった、いや受け入れられなかったということかもしれませんね。いやイエス様はそんな十字架にかかってですね死んでね、それは考えられない、死んでなんかいないんだ、どっかにいるに違いないと思って探し回っていたかもしれません。そのような中で自分だけがその弟子たちの輪の中に一緒にいることはいても立ってもいらなかったかもしれませんね。これ聖書に書いてありませんよ。そういう心境であったんじゃないでしょうか。そこにわざわざイエス様の方から会いに来られたというわけですよ。普通こちらから会いに行きますけどね、イエス様の方から来られたというんですね。そのデドモって書いてあります、ここにね。デドモ、弟子の一人のデドモと呼ばれているトマス、そのトマスという人物はどういう人物なのか、まあ、皆さんもねよくご存知かと思います。十二弟子の一人としてねイエス様に選ばれたお弟子さん。新約聖書の中には12回トマス名前が出てきます。ガリラヤ出身であり漁師でありました。このデドモと呼ばれるトマスというそのもともとのアラム語の意味があるんですが、それは双子を意味しているということです。誰と双子だったかはね分かりませんが、そこまではね書いておりませんけども、まあ、トマスと聞くと思い出す方の名前がありますね。発明家のトーマス・エジソン、ね、
あとは子供たちで言うと機関車トーマスなんていうとですね、そういうさまざまなそこから付けられた名前がありますが、トーマスの、まあ、性格と言ったらいいでしょうか。非常にこうここだけ見ますと疑い深く現実主義者、その反面非常にこう勇敢なところがあり、実直だったり真理に対する情熱、そういうものを持っていたり、まあ、そういう人物像がここでね見られる部分があるんですが、そのトマス、弟子たちの話を聞いたわけです。イエス様が復活し、そのイエス様の復活したイエス様に私たちは、俺たちは会いましたと言ったわけです。しかしその話を聞いたトマスは何と言ったかと書いてありますね。私はその手の釘の跡を見、私の指をその釘の跡に差し入れ、また私の手をその脇腹に差し入れてみなければ決して信じない、決して信じないっていう断言したわけです。話を聞いただけじゃね信じられない、見ないと信じられないって言ったわけですよ。そういうことってありませんか。で実際こう話だけを聞いてねもらっただけじゃなくて、その人がどんな人か見ないと信じられない、ね、あのカウンセリングをねしているトータルカウンセリングの先生方がいらっしゃいますが、その先生のお一人でですね、宮下先生ってねカウンセラーの先生がいらっしゃいます。まあ、先生はカウンセラーとしていろんな方にね話をねお聞きになられていらっしゃるんですけども、その宮下先生がいろんな方をカウンセリングする中で何回かお話をしたり、いや一回だけお話をお聞きして、そして米沢にわざわざ遠方から会いに来られるという方が大勢いらっしゃるんですよ。普通見てからですね、あこの先生にしてもらおうというふうにね思ったりするんですけども、話を聞いただけで、いや話を聞いただけっていうよりは話を聞いてもらっただけで、まだ顔は面識がないんですけどもね、この朝もその方がねお越しになっておられますけども、トマスも実際話を聞いただけで、いやトマスじゃなくても弟子たちもですね聞いたんだけども、実際イエス様が来るまで復活の姿のイエス様を信じることができなかった。トマスはさらに見ただけじゃなくて、実際その指を釘の跡に差し入れ、そしてその手を脇腹に差し入れてみなければ決して信じない、そんなバカな、自分の目で確かめるまでは触れてみなければ決して信じない、なぜ決して信じないと言ったんでしょうかね。自分だけ、まあ、仲間外れにされてちょっとこう負け惜しみ的なですね気持ちでそう言ったのかもしれませんが、そのイエス様が最初に現れましたよね、復活後に。その時に自分だけがそこにいなかった、ある意味ではちょっとこう卑屈になってね、ひねくれてしまった、俺だけ会えなかったのか、他のやつらは会えてよかったなってですね思ったもかもしれません。まあ、そのところだけを見ますと非常にまあ卑屈だったりね、負け惜しみでね言ってしまうような、また疑い深いね、猜疑心が強いというふうにレッテルをこうね貼ってしまうこともあるのは当然かと思います。人はまあいろんな一面を見てですねその人をこう判断してしまう、まあ、レッテルを貼りたがるっていうところがねあったりします。別の角度から見ますと、ある意味ではただ聞いただけじゃなくて確かな証拠が必要だ、証拠があればね信じる、まあ、疑うというですね言葉とこう逆をも、ね、捉えていきますと、別の角度で見ますと疑うってことはある意味では信じたいってことなんですよ。絶対私はね洗礼を受けません、洗礼だけは受けませんで言い続ける人っていうのは洗礼を受けちゃいそうになっちゃうから自己防衛をするわけですよ。私は受けません、教会に来ません、ね、絶対洗礼だけは、そういう方は何人も見ておりますけども、ね、あそうですか、ね、時がありますよ、ね、必ず最善の時が備えられてますから、
ね、無理に受けない方が、いや絶対受けない方がいいと思いますよと言うとね、いやそんなに言わないでくださいと、ね、受けない、そういうふうにおっしゃったんですから、決して私は信じないとおっしゃったんですから、それでいいんじゃないですか、いやそれではっていうね、だんだんそういう方向に傾いてくるっていうこと。本心は疑ってるんじゃないんですよね、信じたいんですよ、だけど疑ってしまう、そういう心って、まあ、その辺からトマスの双子っていうのがね来たのかもしれませんね。目に見える証拠を求めたがるのは私たちの本心でもあるんではないでしょうか。そのイエス様はトマスに会いに来られた。最初の時から8日の経った時に、今度はトマスもそこにいたっていう場面ですよね。そこのところに会いに来られた。実はですね、今日か明日なんですけどもね、私がセールスをしていたその会社がございまして、その会社の同僚がね、わざわざ米沢まで会いに来られるんですよ。毎年は来れません。時折ね来てくださる。何のために来るんだろうかなと思ったんですね。で、私は牧師をさせていただいたのを知ってるので、ちゃんと真面目に牧師をしてるんだろうか、続いてるんだろうか、まあ職業ですね、32変えてますから、この33個目の職業が牧師ですから、延々と続いてるんだろうかというふうに確かめに来られるんじゃないかなと思うんですけどもね、まあ、そんなことはないかと思うんですが、その方たちはねクリスチャンではないんですけども、つながりを持ちながら、ね、長いつながりを持って必ず時満ちて、ね、導かれると確信をしてるんですが、わざわざ会いに来られる、来るには目的があるということです。イエス様がトマスに会いに来た目的は一体何か、まあ、私たち一人一人イエス様がとの出会いを持っておられるんではないでしょうか。聖書の新約聖書の大半を書かれましたパウロも、自分は律法を学び、自分こそ正しいものはない、自分には絶対間違いはない、これが全てだと思って生きてきた、そしてそれに反するものを捉えては、ね、牢獄に入れていた、まあ、クリスチャンを捉えてはですね、そして逃げてクリスチャンたちを追っかけてダマスコの方まで、シリアの方まで行ったわけです、ね、その途上でイエス・キリストに出会ったんですよね。出会って、ただ出会っただけじゃなくて声をかけられた。サウロ、サウロよと、パウロになる前ですね、なぜ私を迫害するのか、そういう問いかけをね受けた。その問いかけの中にあって、彼は一瞬目が見えなくなった。そして3日の後に目から鱗のようなものが落ちたって聖書にありますね。そして新たなパウロにこう変えられていった。直接的にイエス様にこうお出会いした。イエス様の方からパウロも来られたんですよね。イエス様の方に自分から行った方もいらっしゃいますし、イエス様の方が来てくださった。どうでしょう、私たち一人一人のところにこのイースター、イエス様があなたのところに来てくださる方です。しかも聖書を見ますと、あなた方のただ中にって書いてあります。ただ中に、その部屋の中に書いてありますね。新改訳を見ますと、真ん中にって書いてあります。部屋の真ん中に、いやもっと言えば私たちの心の中心にイエス様が来てくださったということです。今までは自分自身が自分の中心を生きてたかもしれない。しかし私たちの人生の中心はイエス様を中心として人生が動いていく。人間関係においても、仕事においても、どうもギクシャクする、なかなかうまくいかない、健康面、いろんなことがあるでしょう。しかしイエス様を中心にいつもして生きる人生は、私たちが中心じゃない、イエス様が中心に働いてくださいますから、全てがうまくいくということなんですよ。私がしてるんじゃない、イエス様がしてくださってるということをだん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 自覚してくるんですよ。その前も自分が一生懸命やってるんだ、もう自分の力が全てなんだ、万能感に満ちてます、できないことはない、不可能はない、そう私も思ってました。しかしやればやるほど自分自身の力には限りがある、
自分以上の力によって自分は動かされている、いやもっと言えばイエス様を通して物事をさせていただいているということが分かってくる世界がこの信仰の世界だというわけです。希望に会いたい、イエス様の方から私たち一人一人会いに来られる、希望はあなたの真ん中に存在しているということです。第二のポイントは、あなたに語られる希望の言葉ということです。あなたに語られる希望の言葉、この聖書の箇所を見ますと、20章の26節、8日の後イエスの弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸は皆閉ざされていたが、イエスが入ってこられ中に立って安かれと言われた。閉ざされている場所、弟子たちはユダヤ人を恐れ戸を閉め切って隠れるようにしてそこにおりました。再び8日が経って、そこにまたイエス様が現れてくださった、会いに来てくださった。最初にイエス様が来られた時、会いに来られた時は10名でした。この時はトマスを含め11名。そこでイエス様がどういう行動をしたかというと、先ほど申し上げました部屋の真ん中に、いやもっと言えば私たちのただ中に、ど真ん中に来てくださったわけですよね。そこでイエス様が語られた言葉はここに書いてあります。安かれと言われた、安かれと言われたということです。安かれというのはシャロームという言葉です。イスラエルに行きますと、朝おはようございます、朝もシャローム、昼間こんにちは、夜こんばんは、すべてがシャロームなんですよ。シャローム、それは平安あれ、平和であれ、どのような状況の中にあっても常に変わることのない平安を私はあなた方に与えるとイエス様は言いました。どのような状況の中にあっても平和の神である主が共におられる、争いがあったとしても必ずそれを収めてくださる主がおられる、まあ今ウクライナとロシアの問題がありますよね。それもどうにも私たちの手ですることはできないですよ。しかし主は必ず平和をもたらしてくださる主であることを確信し、全世界でクリスチャンは祈ってます。まさに平和はあれ、平安あれ、その一言をイエス様が語ったわけです。その語られたその言葉に弟子たちは、そういえばイエス様が十字架につく前もそれ以前も何度もその言葉を言っていた、それを思い起こしたに違いない、心騒がせることはない、何よりも大切なことは平安なんだ、私が与えるのはこの世と違う平安をあなた方に与えるって言ったんです。その約束の言葉、そのイエス様の命の言葉を弟子たちは聞くことを通して思い起こすばかりでなくて、イエス様がおられることに平安をしっかりとそこに見出すことができたんではないでしょうか。ヘブル語ではシャローム、平安あれという言葉です。これは祝福の、神様の祝福の言葉ということです。健康であれ、そして安心であれ、繁栄であれ、精神的霊的に満たされている状態のことをシャロームと言います。平安は人間関係の絆でもある、そしてどのような状況の中にあっても魂が平安である。平安は自分自身によって作り出されるものではない、神様によって作り出されるものであり、神様から与えられる賜物だということです。自分が一生懸命自分の力で平安になることはできませんよね。しかし神様によって平安は与えられるということです。弟子たちもイエス様がいなくなった、十字架にかかって死んだ、
本当によみがえったんだろうか、まだどっか疑いの気持ちがあったに違いありません。しかしその10人、そしてトマスを含めた11人、特にトマスに、いや、もっと言えば 10人の弟子さんたちが最初に会ってますよね。そして8日の後にはトマスもそこにいたということでありますから、トマスにだけ会いに来たと言っても過言ではないわけです。その恐れであり不安のただ中にある、その状況の中にあって、安かれ平安あれと言ったわけです。恐れと不安はどこから来るんでしょう。それは神様との関係が断たれたことから来るということです。神様との関係がしっかりと持たれていくことによって、外がどんな嵐の状況、試練の状況のただ中にあったとしても、それに振り回されることはありますよ。しかし振り回され続けることはないということです。確かな神様との絆がしっかりと、関係がそこにこう持たれている。十字架は縦と横ですよね。優先順位は縦ですよ。この十字架を見ても分かっている、縦が長いじゃないですか。そして横の関係は、それを信じる、ね、人たちとの信仰の友との関係ですよ。まずは神様との関係を第一にしていく人生、それは神様が私たちに与えてくださった賜物であるということです。恐れ不安は神様との関係がどっか切れてしまっている、どっかそれがずれてしまっている、外れてしまっている、ボタンの掛け違いがなされてしまっている、まあ、接続ができてないという状況でしょうか。まさにそれをキリスト教では罪と言いますよね。その状態の中で一生懸命自分自身の中に自分で平安を保とうとしても保ちきれないですよ。一時的には平安を保つことができますが、しかし保ち続けることはできない。それはまさに神様との関係によってのみなされるということです。ヨハネによる福音書第1章の1節をお開きしたいと思います。新約聖書の135ページになります。私どもは口語訳聖書というのを使っておりますが、ヨハネによる福音書新約聖書の135ページの第1章の1節から5節までをお読みしたいと思います。ヨハネによる福音書第1章の1節から5節、それではお読みいたします。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は初めに神と共にあった。すべてのものはこれによってできた。できたもののうち一つとしてこれによらないものはなかった。この言葉に命があった。そしてこの命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。そして闇はこれに勝たなかった。まあ、この聖書の箇所は何度もねお読みしている方も多くいらっしゃると思いますし、そらんじていらっしゃる方も多いと思います。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあったってあります。はじめに言葉あり、言葉は神と共にあった。言葉は神であった。まさにイエス様が語られたその言葉、そこに神の御臨在がなされたというわけです。安かれその言葉を通して、どれほど弟子たちが心が安らいだのか、くつろいだのか、言葉には言い尽くせない平安がそこに与えられたのかは計り知れないものであるわけです。一冊の聖書をプレゼントされた方がおられました。そのプレゼントされた聖書を受け取った方がその聖書を読みました。そしてその聖書の箇所に目が止まりました。その箇所はこの箇所でした。もしあなたの右の手が罪を犯させるならそれを切って捨てなさい。強烈な箇所ですね。右の手は罪を犯すならそれを切って捨てなさい。五体の一部を失っても全身が地獄に落ち込まない方があなたにとって益である。この言葉がインパクトが非常にある言葉ですけれども、それをそのね聖書をお読みになった方がそれを受け取ったというのです。それを読んだ時に自分の手を見て、
その方がですよ、自分の手を見て、もしこの手を切れることなら切りたい、そう思ったっていうんです。その時になぜかわからない、よく言いますね、多くの方が、なぜかわからないけども涙が出てきたって言うんですよ。この涙どうして出たのかよくわからないという方が何人かね、よくお話を伺いしますと言いますけども、まさにそこに聖霊なる神様の御臨在が神の言葉を通して働いていく時に、なぜか自分涙が出てるかわからないってことが多くあります。その方もそのような体験をされました。この手を見た時に、今までさまざまな盗みをしてきた、人に暴力を振るってきた、そして挙句の果てには麻薬を手に打つようになった、何とも汚いこの手を切り落とせるものなら切りたい、毎日死ぬことばかりを考えていたというんです。そしてだん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 自分の罪が示され、その方が心の底から叫んでたって言うんですよ。叫んだんじゃなくて気がついたら叫んでたって。どう叫んでたかっていうと、神様助けてください、神様助けてくださいという叫びを上げていたそうです。聖書の中に、涙を持って撒く者は喜びの声を持って刈り取る、種を携え涙を流して出ていく者は束を携え喜びの声を上げて帰ってくるであろう、詩編の126編の5節から6節の言葉。この言葉がその方に開かれていったって言うんですよ。もし自分がクリスチャンになれるなら、この御言葉とともに歩ませてくださいと神様に涙ながらに祈っていたって言うんです。もし私をクリスチャンにさせてくださるなら、この御言葉とともに人生を歩ませてください。その方はですね、当時ヤクザの世界に入っていたんですよ。その時自分の親分は組のね、組長さんが親分なわけです。しかしクリスチャンになられ、今までは組長さんを親分としておりましたけども、自分の親分はイエス様なんだ。そのイエス様は子分のために十字架で命を捨ててくださった、罪だらけの私のためにあの十字架で命を捨ててくださった、もしやり直しができるならこのイエス様に命を預けたいと思ったというんです。その思いを組のね、親分に話したというんですよ。そしてその親分に許可をいただいたというんです。その前にですね、その組ではね、会議があったって、組でも会議があるんですね、ミーティングがあったらしいんですよ。で、組のね、規約というのを作るっていう、その第一番に親分に従うっていう規約だったそうですが、それを見てしまったがゆえに、自分の親分はイエス様にしたい、誠に申し訳ない、そのことをですね、親分にお伝えしたら許可をいただいて、ヤクザの世界から足を洗うことができた。そして神様の変わることのない御言葉に従って、その恵みを一人でも苦しみのただ中にある、自分ではどうすることもできない状況のある方々の中で、この救いなしなるイエス様を、自分を救ってくださったイエス様、いや自分に会いに来てくださったイエス様をお伝えしたい、そう思って、牧師先生と働いておられます井上先生という先生ですけども、その先生がその証をねしてくださいました。まさに復活のイエス・キリストとの出会いにより、命のぬくもりに触れ、そして希望の人生を生きることができるということです。弟子たちも恐れや不安や
どうすることもできない状況の中でイエス様が安かれ平安あれと語ってくださった。私たちにも変わることのない御言葉を持ってイエス様は私たちに語り続けてくださるお方であるということです。3番目のポイントは、信仰の本質を生きる人生が始まるということです。信仰の本質を生きる人生が始まるということです。それはどういう人生でしょうか。非常にシンプルです。私もかつてですね、田中先生と出会うきっかけになったのは一本のテープからでした。その当時はカセットテープでした。そのテープは心のおしゃれの三箇条というテープでございました。その内容は3ポイントでした。シンプル、ユニーク、ハーモニー、忘れないフレーズです。今もこの3つの言葉っていうのは非常に心に響く言葉であり、また残り続ける言葉でもあります。物事を複雑よりシンプルに、一言で言うと何なんだっていうですね、非常にシンプルさって大事ですよね。イエス様も二言以上言わなかったですね。一言、安かれですから、それで十分だという。信仰の本質は非常にシンプルなんだ。それはどういうことか。信じることだということです。これに尽きるということです。信じること。さらにイエス様が言ったことは、見ずして信じる者は幸いである。見ないで信じたらなおいいでしょう。信じる、聞くだけ、聞いただけで信じる、言ったことを、言われたことを聞いただけで信じれる、それがベストですよと。イエス様はどんな姿で弟子たちのところに現れたんでしたっけ。十字架にかかりましたよね。イエス様が十字架にかかって、かかった時に手には、先ほど佐賀さんがお祈りくださいましたけどもね、犬釘の跡ですよ。釘の跡がしっかりとありました。そして脇腹はローマ兵によって刺されましたよね。脇腹にも傷があったということは、傷だらけの姿でイエス様は会いに来てくださったということです。傷だらけの人生っていう、なんか昔ありましたね、歌でしたっけこれ、傷だらけのローラ、あ、そういう歌もありましたけどね、傷だらけの天使、あ、そういう番組もありましたけどね、傷だらけのイエス様の姿のまま現れてくださったということですよ。私の友人で、傷だらけのカウンセラーっていう、ね、友人がおりまして、彼は本当にね、幼少期からご苦労しました。ご自身がこう言うんですね。自分の人生を例えると、荒野をさまよい、人間関係の挫折を経験し、ね、それどういうことかというと、生後両親がすぐ離婚された。そして実母とは3歳の時に地上でお別れをした。その後、引き取られ、ね、ご両親が、お父さんが、再婚されて、ママ母ですよね、の惨めにあった。まあ、朝から晩までですね、雑巾がけさせられて、それをね、中学から高校6年間ずっとされ続けた。お弁当もですね、兄弟がいたんですけども、自分だけがね、白ご飯に梅干し1個だけだとか、そういう差別をされるような状況の中でお育ちになったというわけです。絶え間ない、喧嘩が絶え間ない、争いが絶え間ない家庭の中で、子供時代は荒んだ心を持ち、誰もが認める落ちこぼれの劣等生だった。そういう、ね、悲惨な状況の中にあって、彼が教会に導かれていったということなんですよ。その導かれたきっかけは、そこにいた宣教師の先生が彼のところに定期的に訪ねてくださった、会いに来てくださった、わざわざ。そして教会に彼が通うようにこうなっていって、導かれて復活のキリストを信じ、その後、彼の傷だらけ、さまざまな、ね、トラウマと言われるような傷があった、
それをまあカウンセリングを通してね、もちろんそのカウンセリングでそれをね癒していくこともできないことはないでしょう。しかしカウンセリングには限界がありますよね。最終的に彼が癒されたのは神様の愛によって癒されたということです。カウンセリングは一つのプロセスとして、神様の愛に出会うためのプロセスであったと彼が言うんですね。今ではですね、カウンセラーとして若者たちを支援しながら、そういうねネグレクトとかですね、まあ、虐待というそういう状況にね、若いお子さんたち、会った経験したねお子さんたち、またそういうふうな関わりをしてしまう親御さんたちの支援をしながらですね、伝道活動を彼は続けております。自らの人生を傷だらけの人生、心に傷を持っている人の視点を決して忘れることなく、愛とぬくもりに満ちた関わりをしているということ、まさにそれはイエス様のその愛そのものをいただいた結果としての働きです。まあ、誰しもが心にさまざまな宿題であり課題であり傷を持って生きておられるんではないでしょうか。私もですね、尊敬しております師匠の田中先生に聞いてみたんですね。私の傷は何ですかってズバリ教えてください聞いたんですよ。そうしましたらね、しばらく沈黙がありました。沈黙の後に、それはなと、お前の場合は傷はないと言われたんですね。傷はない、しかし周りにの人が傷ついていると。どう思います？こういうふうにおっしゃるんですよ。皆さんどういうふうに思いますかね。いや、おっしゃる通りでございますって私言いましたよ、ね、自分がわからないところで傷ついていらっしゃる方がいるんだろうな、ね、まあ、本当に自分のこう、ね、生き方を思いますと、まあ、じいちゃんばあちゃん、そして父親の兄弟7人おりました。もう大家族の中で育って、そして初孫で育ったわけですよ。だからまあみんなからもう、ね、注目を浴びながら、もちやほやされながら、ね、大事に育てられた、まあ、わがまま放題、ね、自分の思い通りにならないと気が、ね、なんていうんですか、思い通りにならないともうね、あのこうなんていうんでしょうかね、ムカつく、いや違う、違いますね、思い通りになるとイライラする、いや違いますね、どうにもならない、まあ、思い通りにしたくなっちゃうというですね、そういうところが自分の根本的な、まあ、傲慢さというのが私の傷だなということを思わされるわけですよ。まあ、もっと言えば大元の傷は神様中心じゃなく、さっき言いました自分中心で生きてきた、これが大きな自分の傷であるということです。誰しもがそれを持っている、まさに神様によってのみ修復されていく傷ですよ。自分ではどうすることもできないその世界、神様によってその傷を癒してもらう。一箇所聖書を開きしましょう。イザヤ書第53章です。イザヤ書の53章、旧約聖書の1021ページになります。イザヤ書第53章の3節から5節。それではこの箇所を読みいたします。彼は侮られて人に捨てられ、悲しみの人で病を知っていた。また顔を覆って忌み嫌われる者のように彼は侮られた。我々も彼を尊ばなかった。まことに彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。しかるに我々は思った。彼は打たれ、神に叩かれ、苦しめられたのだと。しかし彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受け、我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだとあります。我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたとあります。まさにイエス様ご自身が全ての罪を担い、十字架にかかり、そして3日目によみがえって今も共におられる、
変わることのないイエス様が私たち一人一人に尽きることのない平安を与えてくださり、どんな状況の中にあっても癒すかれと、希望は失望に終わることのない神様が私たちに愛を注いでくださっている、その愛によって罪許され、そして今ここに私たち一人一人を主は招いてくださっております。イエス様がお一人お一人に会いに来てくださって、そして私たちのただ中に、いや真ん中にいつもいてくださり、そのイエス様と共に歩む人生は希望に満ち溢れた人生であるということです。そのことを確信し、またイエス様がトマスに語られた言葉、見ずして信じる者は幸いである、この言葉をしっかりと心に留めて、これからの人生をイエス様とご一緒に、復活のイエス様とご一緒に、そのイエス様を信じて歩んでまいりましょう。お祈りいたします。私はよみがえりであり命である、たとえ死んでも生きる、また生きていて私を信じる者はいつまでも死なない。あなたはこれを信じるか。しばらくお祈りの時を持ちたいと思います。今日このところに集っておられるクリスチャンの皆さんにお聞きしたいと思います。私もイエス様は信じてました。しかし時にはイエス様を疑う時、いや気がつくと真ん中にイエス様がいないで自分がその真ん中にいてしまう、そういうものである。もう一度イエス様を中心にお迎えし、でイエス様の方からもうすでに来ておられますが、そのイエス様が真ん中にいてくださることをもう一度確信を持って、このイースターから新たな歩みを歩んでいきたいと、そのように示された方はどうでしょう。その場にお立ちいただき祝福をお祈りしたいと思います。どうぞその場にお立ちください。またクリスチャンでない方にもお聞きしたいと思います。今日このところに来られ、トマスにイエス様が現れました。イエス様はトマスの前で傷だらけの自分の体を見せ、ありのままの姿でイエス様は私たちに接してくださいました。そのイエス様を私も信じ、このイエス様と共に歩んでいきたいという方おられますでしょうか。どうぞおられましたらその方もその場にお立ちください。アメン、アメン、アメン。それではお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、今この場で多くの皆様が主の御前にお立ちになり、また画面の向こうで立っておられる方、手を挙げておられる方も大勢いらっしゃいます。イエス様と共にこの復活の人生を、あなたからいただいた永遠の命を持って歩んでことができるように、お一人お一人を主の招きに招いてくださったことを感謝します。どうぞお一人お一人の上に大いなる神の御業と祝福を持って、これからの人生があなたの栄光の器として豊かにお持ちください。どうぞお座りください。お一人お一人の上に大いなる神の御座と祝福ありますことを信じます。一切を主の御手にお委ねし、イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。